毎日にしがちゃ第4レース、今日は鬼のような末脚を持つ馬娘成田大心。あんまり感情を大きく出さない彼女ですが、それゆえに時折見せる笑顔のインパクトは絶大。それに救われたトレーナーさんは数知れず。そんな成田大心は強力な追い込みスキルである迫る影を自前で持ってるのが最大の特徴ですね。あまりの強さに第二の固有スキルとまで言わしめるほどです。サポートカードにも迫る影持ちはまだいないので、そのカードが実装されたら馬娘のインフレが次のレベルに上がるでしょうね。で、今回のサポーカーはこんな感じになっております。来たる15日のサジタリウス杯に向けての長距離追い込み型の育成です。結構今回は手応えのある育成になりましたね。あとはパワーが SS 以上になれば理想のステータスなんですけれども、あと200ぐらいですね。遠いなこの200がまた遠いんだよね。そして今回一番嬉しかったのが、なんといってもこちら、はい、全楽曲取得でございます。まさかいけるとは思わなかったね。アイネス封じについての2人目で、かつアイネスの時はグランドライブが終わった後にどうにかこうにか最後の楽曲を取れたんだけど、大心はね、あのグランドライブ前に全曲を取ることができたので最大の恩恵を受けることができました。おめでとう大心。さあ今回希望を見せてくれた大心、因子も希望を持たせるものであってほしいですが、どうなるでしょうか。見ていきましょう。そうそう、今やってるクリスマスイベントのストーリー全話見たんですけども、なかなか良かったですね。個人的に一番印象に残ってるのはツリーの着ぐるみを着たルドルフ。運営さんはぜひともあの衣装を新衣装として出していただきたいところですね。さあ評価 UG1 悪くないでしょう。印象はどうですか。希望を見せてくれ。希望がなさそうですせめてなんか直線一気の星さんでもいい、青鬼でもどうですか。あーダメかくっそー。あ、でも相変わらず白はね、白はいいんだけどな。くっそー。希望はちょっとなさそうですね。それではまた明日。